どうもハンサムクラウジです。今日はお料理を作っていきたいと思います。アジのサンドイッチ作りたいと思います。このレシピは夜タモリっていう番組、皆さんご存知ですか？タモリさんがやってる番組で、そこでタモリさんがこうチャチャチャっと作ってたのを見て、ちょっと美味しそうだなと思ったんで試してみたいと思います。では行きましょう。レッツタモリ。ではまずアジはね、お魚屋さんで多分今の時期普通に売ってると思います。丸々売ってたりもするんですけど、頼めばね大体さばいてくれるんで自分でできないやとかいう時は頼むといいです。ゼイゴ取ってくださいとか皮取ってくださいとか、ちょっと細かく指示すると綺麗にやってくれます。ちょっと皮は取ってもらえなかったので今日は皮を取ります。生で食べてると皮邪魔ですからね、しっかり取っていきましょう。かなり簡単に取れるんで、身まで取っちゃわないようにちょっと気をつけつつ、ね、よしできた。切り身にしていきます。ざっくりとでいいですよね。ボウルに入れていきます。次に玉ねぎを切っていきます。あー目に来た。切った玉ねぎは水にさらします。トマトをスライスしていきます。よし、アジに味をつけていきますダジャレみたいになっちゃった。味付けが特徴的で、オリーブオイルとポン酢、目分量なんでちょっと後で調節します。あ、これめっちゃうまいやつや塩入れるっけかな、塩入れるっけかな、ちょっと覚えてないんですけど適当にアレンジしていきます。でもやってなかったけど、多分バジルとか入れたらうまい。黒胡椒、これは僕のアレンジです実際美味しいかどうかは分かんない。これでちょっとラップしてつけておきます。この間にパンを切りましょう。あんまフランスパン切ったことないからわかんねえな。斜めに切ればいいんだろうな、きっとな。つけといたアジを開けまして、オニオンの水をよく切って刺していきます。こんなもんでいいかな。ちょっと余ったのは冷凍とかしちゃえば後で使えるんで、はい、よし、これで和えていこう。僕は結構この生の玉ねぎが大好きで、シャキシャキした食感がすごい好き で、ちょっとね辛いのも僕好きなんですよ。ちょっと玉ねぎ多すぎねこれ好きすぎるみたいなとこもある。よし、挟んでいこう。トマト余っちゃったので、トマトとかオニオンも全部混ぜて、マリネにして、ちょっともうちょっと濃い味にしてご飯と一緒に食べようかな。あ、でもおつまみにしてもいいかもしれないですね。はい、ということで綺麗にお皿に盛りました。見てください、超美味しそう。まあね、青魚が好きじゃない人からしたら何なんだこれはみたいな感じかもしれないんですけどね。本当に玉ねぎたっぷり、いただきます。うん、めっちゃうまい。トマトがアジとこんなに合うなんてっていう、うん、うまい。サブウェイとかにありそうな感じ。でも多分サブウェイだと絶対にこう生魚とか出せないじゃないですか。だから多分自宅だから食べれるっていう感じですよね。おいしい。サブウェイ的に考えればブラックオリーブとかピーマンとかレタスとかチーズも意外と合いそうな気がする。サンマとかでもいいかも。イワシとかどうなんだろう。ちょっと試してみたい気がする。美味しかった、ごちそうさまでした。パンをちょっと焼いてから挟んだりしてもいいかもしれないですね。サブウェイっぽく。めっちゃうまい。さすがタモリさん、すごいっすね。しかもなんか結構こっちでこうアレンジする余力がいっぱいある、なんかこう基本みたいなレシピですもんね。自分なりのこのアジサンド、アジマリネサンド作れるんじゃないですかね。めっちゃうまいし、まあ魚臭いんでそういうのが苦手な方は向かないかもしれないですけど、僕としては旧ハンサムポイントです。おめでとうございます。よかったら皆さんも作ってみてください。というわけで以上ハンサムクラウジでした。バイバーイ。